熊本県民総合運動公園屋内運動広場は、熊本県熊本市東区、平山町の熊本県民総合運動公園内に、ある、屋内多目的スポーツ施設である。パークドーム熊本という愛称で広く知られる。熊本県が建設、保有し、熊本県スポーツ振興事業団が、指定管理者として、運営管理を行っている。1997年世界、 男子ハンドボール選手権の誘致に際し、メイン会場として1994年に建設計画が発表された。1995年から2年間をかけ、1997年3月に竣工。大会終了後の同年9月に、グラウンド面をスナイ人工芝に変更した。1999年には、台風18号により、 屋根を構成する二重膜が破れる被害を受けたが、応急修理をして、同年の熊本未来国体でも使用された。2002年には、昨日五輪全国大会、2006年には、スペシャルオリンピックス、日本大会などが開催されている。2016年4月発生の熊本地震で被害を受け、使用を一時中止。修繕工事を行い、2017年4月に再オープン。 2019年11月30日よりメイン会場として2019年世界女子ハンドボール選手権が開催された。敷地は空豆のようなやや歪んだ形状をしている。屋根はグラウンド面から天井まで32メートルの高さを持ち、東京ドーム等と同じく空気膜構造であるが、世界で初めて二重空気膜が採用された。 これは2枚の幕の間の気圧だけを外気より高めることで屋根を支持する構造であり、利用者がいる空間に加圧する必要がないという立点を持つ。加圧用のファンは太陽光発電による電力を利用し、また屋根からの自然採光を積極的に用いることで屋内照明を減らすなど、超エネルギーも考慮した設計になっている。屋内にはグラウンド、プール、 会議室などが配置されている。ありがとうございます。